大学っぽい。私もっぽいでしょ。すごいいいですね。やっぱ広い。ああすごい大学じゃないですか。マナーの話とちょっと全然ずれてしまうかもしれないですが、きっと皆さんのね心に響くいろんなエッセンスを今日伝えてくれるかなという思う人なので、ちょっと金髪で皆さんびっくりしてるかもしれないですけど、星野さんに進めていただきたいと思いますので、ちょっと先に、忘れないうちにこれ配っちゃいますね。ないですね。マナーじゃないんですけども、皆さん夢はありますかね。でバックパックをずっとしてました。バックパックはねめっちゃ面白かったんで皆さんにもおすすめですね。僕はここで結構大学で何を学んだかって言ったら、まあこの37カ国で遊んでていろんなことを学びましたね。だからバックパックは本当おすすめです。入ってホテル事業やって、ちょっとここからちょっとよくわけわかんなくなってくるんですけど、名古屋で無重力体験をするんですよ。30万でね。でそれにねめっちゃ気持ちいいなと思って、結構ね裏道、ホテルの裏道とかってしらっとしてれば入れるんですよ。あお疲れ様でーすとか言って、でそうすって、そしてね何回も入って6回ぐらい行ったんですよ。あお疲れ様ですって言われて、いやあともう一つ、これも絶対大切です。達人に会いに行く。例えば僕がエベレスト行きたいんですっていうのと、なんか近くの人にエベレスト行きたいっていうのとは全く違う反応が返ってくるんですよ。エベレストにすでに行っている人はな、あじゃあいつ行くのとか言う。で、できてない人に相談すると、いや、お前それ意味あんのとか、意味とかよく言われるんですね。それ意味あんの、いや、意味なんてないよ、みたいなね。意味あんのとかよく言われる。めっちゃ、OK です。かわいい、すげえ。何これ、かわいい。何これ。これ許せない。